お前たちは。 僕はシン、平ゆえ貿易公使クロスベル支店の臨時代表を務める者だ。こちらはラウ、一時帰国中の支店長の右腕でな。ちょうどいい。お前たちに頼みたいことがある。 Thank you.
Let's go! Ah.任せて。うんうん。開始。
任せて。自信作。うん、任せてもらおう。自信作だ。待ってたよ、リーン。では、早速ネタを聞かせてもらうよ。素晴らしいじゃないか。それじゃあ、お礼を送らせてもらうよ。
任せて。うんうん、うん、任せてもらおう。うまくいったようだな。私の番です。マイ。Thank you.
さて、行くか。リン君、お疲れ。どれどれ、確認するね。いいじゃん、いいじゃん。それじゃあ、お礼を送っとくね。レジャーを発見しました。行くぞ。さてと、よーし、よし、
きます。俺の番だな。やっ、僕の番だな。さてと、よーし、はい、はっ、崩れた、いただき、行きます。いや、行くぞ、行くぞ、突撃陣烈火、よし、マイセイ、私の番ね。やっ、よし、行くか。そこ、やっ、レッツゴー、ゴーゴー、どうだ。そこ、一気に行こう。いや、行くぞ、よーし、逃がさない、ファイヤー、さてと、それ行くぞ、僕の番だな。行きます。やっ、はい、よし、よし、はい、みんな大丈夫か。みんな準備はいいか。今だ、ここだ、ユナ、了解です。せっ、しつこいわね。はい、よし、逃がす、僕の番だな。行きます。してない、はい、みんな大丈夫か。よし、掴んだ、やうん、宝箱か。
します。ブリューナ、よし、崩れた。準備します。行くわよ。セット、ストライカー。俺の番だな。よし、これでだ。レッツゴー！ゴーゴー！ はっ！ レッツゴー！ ゴーゴー！ 手加減抜きで行くわよ！今だ！行くわよ。壊せ、スレッジハンマー。私の番ね。セット、ガンダー。さてと、ブリューナ、続けてくるぞ。行きます。それ。行くぞ。崩れた。準備します。俺の番だな。行きます。しつこいわね。俺の番だな。僕の番だな。私の番です。私の番ね。はい。みんな大丈夫か？あ、そこの子集まってるみたいです。崩れた遺跡。ああ、結構ああいった遺跡みたいなのは多いのよね。あの丘陵の向こうには古戦場なんてのもあるし。へえ、思った以上に古い歴史があるんだな。さあ、かかってこい。崩れた。はい。壊せ、スレッジハンマー。はい。いや。さてと。遅い。私の番ね。やっ、行くぞ。私の番です。行くぞ。見たか。
よし、行くか。私の番です。ブリューナ茎。甘い。よし。この程度。よし、やったわ。各種ステータス。まだまだこれからだ。私の番です。よし。私の番ね。あらてか。さてと。ブリューナ。私の番ね。行くぞ。私の番です。
遅い。よし。よし、これで大丈夫ね。メジャーを発見しました。よし、行くか。行くぞ。そこだ。行きます。敵集団を撃破。さあ、始めましょう。僕の番だな。俺の番だな。行くぞ。俺の番だな。続けてくるぞ。マイ。崩れた。いただき。行くぞ。さてと。よし。よし、これで大丈夫。ふふん、お宝発見。どうだ、ガンガン行くわよ。Thank you.
やあ、またお客さんかな。あれ、よく見たらリンくんじゃないか。久しぶりだね。お客さんかな。私はルーグマン。とある大学で客員教授をしていてね。いろいろと興味深い話ができそうだ。あ、もしよければ聞かせてもらえないか。
行くぞ。崩れた。いただき。行きます。行くぞ。続けてきます。俺の番だな。壊せ、スレッジハンマー。行くぞ。私の番です。僕の番だな。行くわよ。よし、これ。見つけたか。総員、気を抜くなよ。どうやら足りないみたいだね。今のは？お、男の子の声？リン教官。ああ。トールズ士官学院第二分校、七組特務課の者だ。何者だ？名乗ってもらおうか。はじめまして。名乗ってもいいんだけど、ここじゃさすがにギャラリーが足りないかな。どこからだ。でもせっかくだからちょっと見せてもらおうかな。ブルブランたちを退けた七組と灰色の騎士の力をね。何？霊的な力、霊脈の活性化。みんな気をつけろ。聞いたように植物型みたいだが、形状が違う上にさすがに巨大すぎるのでは。ここは安全策を取る。来い、灰の騎士。それは後で見せてほしいな。障壁。死念波を遮断できる結界さ。そこまでの強度じゃないけど、鬼神の助けは呼べないよ。なるほどな。つながりを感じないわけだ。だったら仕方ない、全力で行かせてもらおうか。リン教官、あの時の教官が自らに貸している枷。神器合一。
それじゃあ見せてごらんよ、君自身の鬼の力をね。7組総員、迎撃準備。全力で目標を撃破するぞ。イエスサー。強そうね、気をつけて。番だな。崩れた。追撃します。バンダールの剣、さすがですね。まだまだ修行不足さ。よし、掴んだ。やったこれでなんとか。リーン教官、暴走です。このままでは。そういうことか。灰色の騎士ならぬ灰色の鬼ってところかな。どこまで行けるか、もうちょっと見せておくれよ。うまく誘導すればもう一体くらいは呼べそうだし。さーて、何が現れるかは。そこまでです。え？いいわ、エマ、思いっきりやりなさい。アウルムヘナラ。喋った。あなた方でしたか。
絶妙なタイミングだな。喋ってないで心落ち着けなさい。邪魔されちゃったか。今の結界を破壊した力、あの人かと思っちゃったけど。やっぱり姉さんもこの地にいるんですね。結社の執行者、おとなしく姿を見せてください。それは今後のお楽しみということで。そう待たせないから楽しみにするといい。じゃあね。炎の剣術、私たちの術とは系統が違うみたいね。凛教官、大丈夫なんですか？ああ、心配かけてすまない。バリマールを封じられるとは、俺もちょっと迂闊だったな。はあ、もうそういう問題じゃないでしょ。どうか無理はしないでください。思った以上に慕われてるみたいじゃない。助かったよ。よくあの結界を壊してくれた。それにセリーヌも抑えてくれてありがとうな。大したことはしていません。でも新たに教わった術が役に立ってくれました。ふふん、せいぜい恩に来なさいよね。やっと会えましたね、リンさん。ああ、久しぶりだ、エマ。ヘクセンブリードの一人ですね。この子はセリーヌ、私の眷属で家族でもあります。まあ使い魔と言った方が通りがいいかもしれないわね。とりあえずよろしく。別によろしくしないでいいけど。